オスロ大学は授業料が無料である。無償教育とは、授業料を取らずに、政府支出、または、事前団体を通じて出資された教育である。無償高等教育に関して、多数の模範となる制度が提案され終えている。小学校と、その他の総合中等学校、または、義務教育は、多くの国々で無償であり、北欧諸国では、大学院教育が含まれる。 経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約の第13条は、初等教育での無償教育の権利と、中等教育と高等教育でのその、全身的導入を、教育を受ける権利として保障している。オスロ大学では、600クローネの小学の学期の付近を除いて、授業料がかからない。2013年からは、北ヨーロッパのエストニアも、 無償の高等教育の提供を始めた。スウェーデンは21世紀初頭まで外国人学生への無償教育を定めていたが、欧州連合圏外からの留学生への学費を請求する変更が導入された。デンマークにも全額での無償教育があり、18歳以上の学生、または18歳未満で高等教育を受けている学生に対して毎月の給付金である、 スターティンス・アダネルジストットを支給している。デンマークにおける学士と修士号の家庭は、その家庭や大学によってデンマーク語、または英語で提供されている。アルゼンチンそしてブラジル、キューバ、チェコ、ギリシャ、ハンガリー、トルコ、ウルグアイは、その市民に対して、専門学校と大学を含めたすべての段階での無償教育を規定している。ありがとうございます。